エジプトで観光していると、なぜか花のない像が多いことに気がつく。立派な記念碑がどれも花を失っているのは偶然であろうか。スフィンクスをよく見てみると花が折れており、ブルックリン美術館の頭部像やエジプトの神殿にも花のない像がある。なぜであろうか。古代エジプトでは偉人を模した彫像を作る際、その人の魂が像に宿ると信じられ、また支配者同士の争いが起きると、勝者は強さを誇示するために敵やその先祖の像の花をへし折ることがあったという。大抵の場合、花の破壊は政治的、宗教的な動機で行われた。特に花が壊されたのは、象に宿る霊の呼吸を止められると考えたからである。後の墓荒らしも、墓や神殿の象の花を破壊しており、花を潰し象の呼吸を止めることで象の霊力が消え、天罰を受けなくなると信じていた。ローマの建国者とされるロムルスとレムスの物語も、旧約聖書のモーセとエジプトのオシリス神話とよく似ている。これらの共通点として、皆赤ん坊の時に川を下っており、追っ手や迫害から逃れるために全員が川に流されている。正直、古代ローマの建国から古代エジプトの宗教、そして聖書に至るまで、これらの物語はほとんど同じである。双子のロムルスとレムスは邪悪なアムーリウス王の命でテベレ川に流され、拾われたメスオオカミに育てられた。オシリスの場合は兄のセトに騙されて箱に閉じ込められ、ナイル川に流されてイシスの魔法で復活した。モーセもまたヘブライ人の男児を皆殺しにしようとするファラオから逃れるため、母親にカゴに入れられてナイル川に流された。その後、王の娘がモーセを見つけて自分の子として育てた。なぜこれほど話の筋が似ているのかは不明であるが、何千年にもわたりそれぞれがお互いに影響を与えていた可能性がある。考古学者のデイビッド・ H ・ケリーは、古代のマヤと中国の暦に共通点を見出している。この2つの暦は約1000年前にユーラシア大陸と中米大陸の文明が直接接触していたことを示していると主張し、物議を醸した。もし事実であれば、これまでの定説が明らかに覆されてしまう。彼は南米のセンコロンビア期の社会が実はアジアに到達していたかもしれず、中国から暦のアイデアを借用して似た暦を作ったのではないかと推測する。2つの暦には多くの類似点が見られ、例えば火に水や火、動物などが描かれ、互いに一致する箇所も多い。鹿や犬、猿に関する火はマヤ歴と中国歴で全く同じであり、驚くことにマヤ歴のジャガーと同じ火が中国歴では虎に、またマヤではワニの位置が中国では竜となっている。果たして偶然であろうか。エルチェの貴婦人は1897年にスペインの私有地で見つかった。この神秘的な芸術品は約2400年前のものとされているが、今日に至るまでその正確な起源は判明していない。イベリア半島の王女や女神、または単なる彫像であったなど諸説あり、古代の中で最も優れた彫刻と考えられている。農家が整地している時に出土したが、映画好きならこの容姿に見覚えがあるはず。どう見てもスター・ウォーズのレイヤ姫のようであり、髪の形や顔もかなり似ている。だが彼女の偶然は SF の域を超えていた。像がキリスト教以前の時代にスペインで作られたにしては、あまりにも細部まで作り込まれているため、貴婦人はアトランティスの女神を表現したものとの説もある。確かに髪飾りも水没した都市の形に似ている。それでも主流の考古学者は紀元前4世紀頃に作られたと考えており、当時は鮮やかな赤と青で彩色されていたという。だが
少なくともヨーロッパではこのように精巧な作品を作ることはできなかったため、アトランティス起源説が浮上したようだ。たとえ事実ではなくても、古代人は想像以上に進んだ技術を持ち合わせていたようである。現代でも不思議な一致が確認されている。例えば、スティーブン・ホーキング博士は、あのガリレオ・ガリレイの300回目の命日に生まれ、アインシュタインの139回目の誕生日である3月14日に亡くなっている。この日は暦の上では 3.14、 つまり円周率に相当する。単なる偶然か、それとも生まれ変わりを意味するのか、または彼らは皆物理法則の化身であろうか。さらにローマ帝国の最初の王はロムルスで、最初の皇帝はアウグストゥスである。ローマ帝国が崩壊し、その焼け落ちる姿を見届けていた皇帝の名はロムルス・アウグストゥスであった。偶然にしては出来すぎである。第3代アメリカ合衆国大統領のトーマス・ジェファーソンはアメリカの誕生50周年にあたる7月4日に亡くなった。またジョン・アダムスとジェームス・モンローも7月4日に亡くなっており、この3人は建国の父と呼ばれている。モンゴル帝国に目を向けると、チンギス・カンはユーラシア大陸で大暴れし、多くの民族を虐殺。モンゴル系貴族の後裔で、イスラム教徒のティムールも残虐さを受け継ぎ、ティムール朝を建国。1405年に亡くなり、その後、ソ連の考古学者が1941年に彼の墓を見つけると、そこには、この墓を開けたる者は我よりも恐ろしい侵略者が放たれるであろうと記された碑文があった。その2日後、くしくもナチスがソビエト連邦に侵攻を開始している。これらの歴史的な一致は本当にただの偶然なのであろうか。バイキングはコロンブスよりも早く、ヨーロッパ人で一番最初に北米に到達していたことが分かっている。グリーンランドに渡り、そこで集落を作り、数十年暮らし、さらにカナダ北東部のニューファンドランド島にも到達していた。ここでランスオメドーと呼ばれる最初の定住地を作っている。さらにバイキングは南米にも一番早く到達していたという専門家もいる。その最たる証拠が犬の骨であるという。フランスの研究者2人がスペイン征服者以前の時代の犬のミイラを検査。この犬はアメリカではなく、なんとデンマークが由来と分かり、二人も仰天。アマゾンの野犬などではなく、デンマークの牧羊犬の子孫であるという。つまりバイキングは大昔に犬を連れてやってきて、その後何匹か残して消えていったのかもしれない。そしてもう一つ驚くべき偶然がある。コロンビアのサン・アグスティン遺跡にある彫像やペルーのナスカ時代の骨壺からルーン文字のようなものが見つかっている。これらがバイキングが故郷で使っていたものと同じであることから、南米に立ち寄り現地人と交流していた可能性があるというが、その後どこへ行きどうやってたどり着いたのかは謎である。歴史的に最も指摘される偶然の一致はインカと古代エジプトの文化であろう。この両文明は何千キロも離れているにもかかわらず、多くの共通点が見られる。両文化とも宇宙観や宗教観を表すピラミッドを建て、死者を豪華な宝石で飾り、権力から死まであらゆるものを象徴するものとして動物が利用された。そして何よりミイラである。古代のエジプト人とインカ人は作り方は違えど、驚くほど熱心にミイラ作りに励んでいた。だが両文化で遺体を保存し、その魂が無事死後の世界へ旅立てるといった発想が生まれたのはあくまでも偶然である。インカでは頻繁に生贄が捧げられたが、エジプトではそれほど行われなかったとはいえ、どちらも多くの類似点がある。エジプトでは太陽の神ラーが主神であり、
ペルーのインカ帝国でもインティという太陽神を崇拝していた。実際、太陽崇拝は多くの古代宗教でよく見られ、キリストも太陽の象徴で、その死と復活は冬至の例えであるといった説もある。世界各地で鍵穴の形をした古代の記念碑がよく見られる。それぞれ遠く離れた場所で全く異なる時代の文明がなぜ鍵穴に執着したのであろうか。例えばイタリアのサンタクリスティーナの聖なる井戸は紀元前12世紀頃にヌラーゲ文化の聖地として建てられたが、鍵穴のような井戸が何に使われたのかは不明である。この井戸が水の神に捧げられた祠として密会やカルトの儀式に使われたとの意見もある。イタリアから遠く離れたサウジアラビアでは最近、鍵穴型の古代の墓が見つかっている。ヘリコプターで数百ある墓を調査すると、砂漠を通る道のように構成されていたため研究者を驚かせた。鍵穴といえば日本の前方後円墳も大変謎めいている。大阪だけでも44基以上あり、文字通り鍵穴の形をしている。紀元3世紀から6世紀にかけて作られた実に巨大なものであるが、鍵穴になった理由はパーフェクト超人がマグネットパワーを発生させているわけではなく、円の部分が埋葬場所で四角の部分が祭壇として使われていたが、後に円と四角の部分をくっつけたようである。世界中の文明でなぜか同じ形のものが存在しており、何らかの重要な意味があるのかもしれない。世界中でストーンヘンジやサークルが作られており、古代文明が栄えた場所には大抵巨大な岩の記念碑が建てられている。イギリスのストーンヘンジは最も有名だが、似たような石造りの石柱は極寒の山から灼熱の砂漠まであちこちで確認できる。フランスブルターニ地方にあるカルナック列石は紀元前4500年のもので、3000個以上の石が並んでいる。イスラエルにあるルジムエルヒリは4万個以上の石でできた紀元前3000年頃の遺跡だが、その目的は未だに分かっていない。ヨーロッパやアフリカの国々にもあり、それぞれ不思議なほど類似点がある。だがなぜ古代の人が同じものを同時期に作り始めたのかはよく分かっていない。